平野紫耀のキャバクラ疑惑、滝沢秀明の影響かファンクラブ動画での女性の名前連呼に注目。最近、戸辺の滝沢秀明社長がキャバクラ城の配信に大金を投げ銭したという疑惑が浮上し、これが所属タレントにも波及しているようだ。特に、平野紫耀と神宮寺ゆうたがキャバクラ漬けにされていたとの噂が広まり、ファンたちを驚かせている。 一連の出来事は、滝沢氏の投げ銭騒動と連動しており、ファンクラブ会員限定動画での一幕が謎めていた平野の女性の名前発言が注目を集めている。キャバクラ漬けの噂、滝沢氏がキャバクラ場に大金を投げ銭にする一件から、彼が所属するタレントたちまでキャバクラ漬けにされていたとの疑惑が噂されている。夜遊び自体は問題ないが、 平野と神宮寺が女性ファンを主に抱える中、事務所がまだ新しく発足してから遊び放ける姿勢には疑念の声が上がっている。特に特定の女性、A さんにお熱だったとの噂も広がっており、ファンたちは戸惑っている。ファンクラブ動画の謎めいた一幕、話題のファンクラブ会員限定動画では、昨年12月に行われた、キング。 リンチェプリンスアングボージョー,ーバー体験が取り上げられているアーテイル。この中で、オスウマの名前が A 君となり、平野が A ちゃんじゃないんだ、とつぶやく場面があった。その際、ジングジも何かを感じ取り、意味深な笑みを浮かべていたとのことだ。この他にも、レギュラー番組でのインド料理のエピソードや山崎博成のツッコミも含め、 滝沢氏の投げ銭騒動によってこれらの発言が注目されている。A さんとの関連性、この謎めいた一幕の背後には、滝沢氏のお気に入りのキャバ嬢、A さんが絡んでいる可能性がある。A さんは歌舞伎町店に在籍しており、六本木店には同名のキャバ嬢がいる。さらに、この六本木店が金プリ最後のベストアルバムジャケットの撮影現場であったことが判明。 つまり、滝沢氏がお気に入りのキャバ嬢を通じて、A さんと平野神宮寺をつなげ、ジャケット撮影に用いるほどの中になっていた可能性が浮上している。ファンの反応、これらの出来事に対し、法的には問題はないものの、ファンたちはがっかりしている。特に、ファンクラブ会員限定動画での平野の名前連呼や、 講師にわたる滝沢氏との関係に疑念を抱く声が SNS 上で広がっている。ファンからは、女遊びやキャバか酔いはいいが、ファンからは見えないところでやらないでほしい。アイドルが仕事中にうちはネタではしゃぐのは無理、といった批判的なコメントが相次いでいる。ジャニーズ事務所を退場する前の映像であるにもかかわらず、トレに介入する前のタイミングでの動画が問題意されている。 一跡は長い準備期間を要するものであり、滝沢氏の投げ銭がきっかけで滑り出した噂が過去の動画から浮上してしまった形だ。法的には問題がないが、ファンの期待に応えられない可能性があり、今後の事務所や所属タレントに対する信頼が揺らぐことは避けられないだろう。 滝沢氏の影響が果たしてどれほど大きかったのか、そして平野市と神宮寺ゆ太の今後に注目が集まる。